ようこそツダックスファクトリーチャンネル。今回のズタボロ自転車シリーズご視聴いただきましてありがとうございました。そして今回この自転車をですね整備するチャンスを、くれましたショットバークエルクスのマスター、本当にありがとうございました。自転車はピカピカになり無事に納車となりました。私が手掛けたものがねこうやって誰かのためになって誰かを笑顔にすることができて本当に幸せだし本当に嬉しいことだなって心から思いました。で私はですね、自動車整備士を、やって、今は少し整備の世界を離れてしまっているんですけども、職業、自体はですね、整備がある場所に、まだいることができています。で、そんな生活をね送りながら最近感じてたことが、自動車整備士ってすごい今マイナスなイメージがですね大きくなってるなというふうに思って、そんなイメージを変えたくて、そんな世界を変えたくて、この YouTube を始めようって思いました。私がですね何でもできる整備士になって誰かの力になれたら誰かのためになれたらと勝手に思い込んで、この YouTube をやっております。では今回の動画を見てですね2つ質問を来ました。1つ目、一体何時間かかったんですか。2つ目、道具はどんなの使ってるんですか、っていう質問が来ました。で1つ目の時間なんですけれども、大体10時間ほどの時間が、整備にはかかっております。だいぶ端を折って編集してますので、かなり動画の内容としては凝縮してるんですけども、結構ちまちまとここで作業をしておりました。で2つ目の道具は先ほどから後ろに並んでいるこいつら、これが今回使用した道具一式になります。それではじゃあ道具のね説明からしていきたいと思います。まずはスパナー、これ細かいとこ外したりするときに使う10ミリのスパナですね。とこっちがペダルとか外すときに、ちょっと特殊なサイズなので15ミリのスパナ使ってます。で後輪外すのに、13-15 の、メガネですね、これ使って、あとフロント外すのに14-17のメガネ使っております。でドライバーは大体のオーソドックスに普通の、いわゆる私たちなんかチュープラーって呼んでるんですけども、普通の一般的なネジ回すようなドライバー、こっちも同じですね。ドライバーっていうのは結構この刃先が重要なので、どんなに高いドライバー買ってもいつかはダメになっちゃう。なので、極力新しいもので食いつきがいい状態のものを使うのがすごくおすすめです。であとは前回りのブレーキだったりとか後ろのブレーキ外したりするときに使ってた、銃のディープソケットとスイベルのちっちゃいラチェット、これ結構便利なんですよね。細かいところにも手が入るし、で逆に力をかけすぎずに締めれるので、自転車整備とかするとき、細かい仕事をするときにはこのサイズすごくおすすめです。であとはハンドル外すときに使ってた、これがヘキサゴンレンチですね。普通だったらね六角レンチっつって L 型のやつがあると思うんですけど、あそこちょっとだいぶ力がかかってたので今回このラチェットのねやつにくっつけてやっておりました。あと動画中にももろもろ結構出てきてるんですけども、でっかいモンキーレンチだったりとか、かなりいろんな道具はでも使ってたけど、大部分ここら辺あれば大体分解もできるし、大体問題なく滞りなくできちゃいます。で続いてこちらケミカル関係、こう見るとすごい量だよね。じゃあまず大きい順から、一番端っこコンパウンドですね。コンパウンドこれ結構容量大きくて安くて好きです。でコンパウンドを使ってた時にこちらね手で磨くとちょっと大変ですので、こうやって電動ドリルにアタッチメントつけてねバフつけて磨いてました。で次に
ここにあるのは何ですかって質問されて、あ、確かにわからないよねということで、ホームセンターとかで多分しょっちゅう見るやつ、これロール形状になってて、まあ要はキッチンペーパーみたいに使えるんですけど、これなかなかねちょっと高いんだけど結構使い心地がいい、なのでこれ結構おすすめです。で、あとはボディ磨いたりしてた、ウエスに使ってたり、ボディ磨いたりとか吹き上げ使ってたりとか、何でもできる、やつなんですけども、これは結構ね使ってる人多いよね。コストコで買える、このタオル、これね安くて容量いっぱいあって、趣味でこういうことやるにしてもこれはかなりいいです。でダメになってきたら最終的に雑巾として使って、本当にボロボロになったらもう捨てればいいやって思える、結構しかも長持ちなので一つ買うとしばらく持ちます。洗浄系つながりでいうと、これが泡ぶくになるスプレーですね。これで要はボディ最初の段階ね洗っていたりとか、なんだろうな、ハンドル周り洗ったりとか、要はホコリ落としだったりとか汚れ落としに使ってました。アルコールも使ってないね、水のやつなので素材を本当に傷めないで使えるやつ、これかなりおすすめです。で、同じくこれはステッカー剥がすときとかね、脱脂をしなきゃいけないときに使ってたブレーキクリーンですね。私はこのクレのブレーキクリーンがすごく大好きです。結構これも使い心地が良くて、結構ね乾きにくいタイプです。ブレーキクリーンっていうとよくねホームセンターさんで売ってるのよく見かけますけど、速乾性がほとんどなんですね。でシュッて吹きつけてもすぐ揮発しちゃって、なかなか磨いたりとかするのにはちょっと向かなかったりするんですけども、これだとかなりその場に残ってくれるので、ウエストとかに染み込ませてもすぐ気化しないで使えるっていう、結構優れもので、値段もね意外と安いので、単価的にも悪くないなってところです。でいろんなところの潤滑に使ってました、ラスペネ、ワコーズのラスペネです。これはかなり使えます。結構ねこのカンカンかなり高いんだけど、長持ちはすごいね。ちょっと拭けば効果てきめんなので、無駄にいっぱい使わなくて済むってとこなので、私はこれをすごく愛用して、見ての通りだいぶ汚れてます。これ買ってからしばらく経ちます。なので多分次買うのももうしばらく先なのかな。でもずっとずっとロングセラーで売ってる、なくなられると結構困るやつです。で磨きつながりで言うと、あとは次チェーン磨いてた時に使ってたやつですね、オイルインクリーナー、洗いながら汚れを落としながらオイルも入れてくれるってやつですね。なかなかねチェーン洗うってなるとどうやって洗ったらいいのって分かんないのって多分大部分の人そうだと思うんですけども、チェーンってオイルを抜きすぎてもいけないし、だからといって汚れが 入ってほしくはない場所なんだから、たまに中性洗剤でガシガシ洗っちゃう人がいるんだけど、あんまり良くはないと思うんだよね。なので適度にオイルを残しながら汚れ落としてくれる、こういうクリーナーってすごくおすすめです。これもそんなに高くない製品なのでぜひ使ってみてください。で、あとは金属メッキ部分磨いてたりとかしてた、この2つですね。これこっちねこうやって綿になってるので、これ引きちぎって使うんですけども、これも結構使いやすかったです。でこれはもう大体なんだろうな、中学校のあれだね、図工の時間とかそういう感じ、技術の時間かで使ったりしたことある人結構いると思うんだけど、ピカールね、これはなくならないね、ずっとね、ロングセラーこれはとっても役に立ちましたね今回。シートポスト、サドルがついてたところのメッキ部分もこれでかなりピカピカになりました。で、最後のボディのコーティングとチェーンのオイルが、私このビプロスのレイキッシュとクリーンイノベーター、こっちコーティング剤、こっちがチェーンオイルですね。レイキッシュの方は、かなり薄い油膜を、形成してくれるので、
ちょっとね、まめにオイルさしてあげなきゃいけないんだけど、チェーンの汚れとかをかなり防げたりとか、そういうような感じでですね、あの私の乗ってるあのロードバイクの方でもこれをよく使ってます。でこっちのクリーンイノベーター、これは汚れを落としつつガラスコーティングというか、あのコーティング被膜を形成してくれるので、ボディも汚れづらく、かつ、クリーンにしてくれる、綺麗にしてくれるっていう、これもすごい優れもの。これ噴射すると泡タイプで出てくるので、あのこれは正直自転車だけじゃなくて、私スノーボードにも使うし、ちっちゃい面積であれば塗装面だったら何でも使っちゃうので、たまに車にも使っちゃいます。これもかなりおすすめです。はい、ということで、これパッと見てね、多いなって思った人もいると思うし、少ないなって思った人もいると思います。でも私はね、ぶっちゃけどちらでもいいと思います。多いなって思った人は、逆に今自分はじゃあ逆に何を持っているんだろうっていうのを考えてもらった時に、多分ねそんなに難しくない、ここら辺だったら買ってこれと思うんだよね、ホームセンターで売ってるし。なので自分ができることから始めればいいと思います。逆に少ないなと思った人はぜひやってみましょう。そんだけ道具があるならきっとできるよって思います。正直ね、私自動車整備士ですので自転車を直すプロではまだありません。ただプロだと思ってやってますけどね。まだまだできないことたくさんあるし、チャレンジしてみなきゃいけないこともいっぱいある。でも今回こうやってチャレンジする場面を、場所をね、提供していただけたってことにすごく感謝して、今回の自転車を、仕上げることができて、本当に嬉しいなと思うし、ありがたいなと思って、でチャレンジをし続ければ必ずね、失敗はあるけども成功もあるんだよね。で必ずね、最後にね成功つかめた瞬間ってすっごい嬉しいし、すっごい気持ちいいものなんですね。なのでその快感がどうしても忘れられなくて、私はいろんなことにチャレンジする人生を送っております。そんなコンセプトでこのチャンネルもですね、ずっと続けていければなって、誰かのために、誰かの力になれるのかななんて思いながら、勝手にそんな思い込みしながらやっていっております。なので、これからもですね、時間がある時でもいいし、どんな時でも構わない、何かの参考になる時でも構わない、このチャンネル、見ていただければすごく嬉しいなと思います。ということで、ここまでのご視聴ありがとうございました。ジダックスファクトリーでした。よろしくお願いします。ありがとうございました。